にちは、しばとです。今回は、布袋さんモデルレビューです。フェルナンデスといえばこれと言っても過言ではないでしょう。布袋さんの G 柄ですね。TE の 95HT。そしてこちらが TEJ のちょっと珍しいですね。ハムバッカーにゴールドパーツがついていて、バインディングもあってね。ネックもね、塗装がされている仕様。これは TEJ の 55G。アームもね、ついてるので、こっちね、スプリングがね、乗っかってるという風な仕様になっております。G 柄のね、こちらの布袋さんモデルはですね、まあ何度かね、レビューしようかなとは思ってたんですけれども、すぐね、千葉管楽器で売れていて、なかなかお借りするタイミングがね、つかめなかったんですけども、今回また新たに入りましたので、お借りしてまいりました。まあ非常にね、いい状態だと思います。まあ、ネックの状態であったりとか、まあ、かけがちなね、このね、とんがりヘッドの部分だったりとか、非常に大事に扱われていたのかなという風な印象ですね。まあ、このね、白い部分がね、若干ね、日に焼けてはいますけれども、まあ、それはそれでありかなという風なところでございます。まあ、印象としてはですね、まあ、TJ 全般みんなそうなんですけれども、ちょっと薄めのネックに幅広感がある。そしてこれはね、中期型らしいんですけれどもね、アルダーですね。FGI のピックアップが乗っかっておりまして、このねミニセレクターでピックアップをセレクトすると、でボリュームとトーン、まあ、非常にシンプルな仕様になっております。これはねめちゃめちゃ憧れましたね。ガキの時からねこれずっと布袋さんが使ってるの見てるんで、自分がねこういざね持った時に感じたのはでかーと思ったんですよ。なんか勝手な印象で布袋さんだとちょっと小ぶりに見えるんですけど、いざ自分が持つとね、でかーっていう風な感じがしましたね。でね、これ生音ね、結構バチバチで。なんかもうコンプかかったような感じの、バチバチ感があります。もうほんと生音でもね、固定サウンド感があるというか。これね、55G の方も結構ね、似たような感じなんですよ。結構バチバチ。いいっすよね。まあ、ネックの塗装だったりとかね、このバインディングとか、まあ、あとは、ボディの仕様とかですかね。まあ、そういったところで、このね、バチバチ感が出てくるのかな、という風な感じでございます。あ、若干こっちの方が重いですね。これがね、3.8。で、TJ の方が 3.4。まあ、これはね、ほんと憧れの一本で、まあ、五島の黒いペグが乗っかっております。で、このプレートもね、ちょっとね、ブラックな感じになっております。フレットは割とね幅広なんですよね。ではでは早速鳴らしていきましょう。まずねこちらの憧れの G 柄からいきたいと思います。今日はねちょっとコンプをねかけましょうかね。布袋さん風な感じで、おお。 FGI っすね。
つになっても上手にならないですね。すっきりしますね。こうキッズ心がですね、一気にこうふつふつと湧き上がってくるようなギターでございます。まあ、ほんとね、憧れのギターっすよ。ではクリーンからいきましょうかね。お、まあ、割とさっぱり気味なハム。感じっすかね。コーラス、お、割とねさっぱりしててね、音作りもしやすいし使いやすそうな感じっすよ。があったんですけれども、割とねこうさっぱりしててエッジ感もある、まあ、ハムもね全然悪くないですね。ありですね。まあ、今回はねちょっとねエフェクトバリバリにかけっぱなし、コーラスかけっぱなしで鳴らしてみましたけれども、まあ、ボーイサウンドといえばですねコーラスかなというところでございます。現在ね G 柄の方に関しましては値段がね高騰しております。フェルナンデスのねアーティストモデルはね今ね若干高くなってきておりますが、まあ、今後ねさらに上がる可能性もねあるので、ぜひぜひ今チェックしておいていただきたいなというところでございます。こちらの TEJ に関しましてはまだね全然お安く4万円とかでね手に入りますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。島田でした。